次に2012ジュビロコルテアスアウォーズ皆様への感謝を込めて面白部門の発表授賞式を始めます。この面白部門はクラブが独断で決定をいたしましたサプライズ部門でございます。2012ジュビロコルテアスアウォーズ皆様への感謝を込めて面白部門最も笑わせたプレイヤー略して MWP の発表です。さあこの賞はピッチ内外に関わらず選手サポーターを腹を抱えて笑わせたプレイヤーに贈られます。なお面白い部門は選手スタッフが選んだ部門となります。面白い部門 MWP ノミネート選手をご紹介いたします。お名前を呼ばれた方はその場にご起立くださいね。お願いいたします。さあそれではご紹介いたします。背番号26番松岡亮介選手。さあそして背番号17番花園秀隆選手。さあそして続きまして背番号30番阿部義郎選手。そして続きまして背番号33番藤田義明選手。そして最後は背番号1番濱口義和選手。ちょっと田上さんに話聞こうかな。田上さん、あの凌介とかねゾノとかね、ゾノとか分かるよね。分かる。その後の3人は分からない。まあ吉郎はまあなんとなくそんな匂いがよくさせるんだけど、吉明と吉和は全く面白いっていうよりもイケメンでいい男で、そうそうそうね、俺の直属の後輩なんですよこの2人は。イケメンでね、イケメンで、イケメンでね、俺に似てね、イケメンでね。そんな2人がここにいるのおかしいなと思うんですけどね。天然ってこと？あ、天然だね吉和は。天然、吉勝はもう握りっぺの天然だから。だって今呼ばれた瞬間にはぁみたいな顔したもんね。吉勝は僕分かんないな。そうですか、分かりました。それじゃあ発表いたします。面白い部門 MWP はもちろんこの人、背番号26松岡されました。松岡選手ステージの前にお越しください。面白い部門 MWP を受賞された松岡選手には笑い袋がついた特製の盾が授与されます。そう、ジュビロ君とジュビちゃんの間にね、ジュビちゃんとジュビロ君の笑い袋ついてるんです。松岡選手、今のお気持ちをお聞かせくださいませ。皆さん、グダフタヌーン。非常にね、今日ここ来てね、この並びとこの彫刻のあたりを見る限り、大統領の就任会見じゃないかなと思っておりますけれども、もうここはなんかホワイトハウスなんじゃないかなって、そういう噂も出ておりますけどね。まあ冗談はさておいて、非常にこのような賞をいただいて嬉しいんですけれども、唯一一つ気になっているのが、ファン投票ではないと非常に遺憾に思っております、来年ぜひとも皆さんのファン投票で選ばれたいと思います。最後にごめんなさい、皆さんで、ご賞賛いただければと思います。いきます。 Yes we can! Yes we can! Yes we can!Yes, we can! ありがとうございました。持ってきますね、さすが凌介、凌介、社長もやってたぞお前、社長にやらせたのさすがです。いや松岡選手ね、本当今絶賛予約受付中のジュビロのオフィシャル DVD の方でもですね、関西人の座談会で実力を発揮しているということですので、さすがですね、見逃せないですね。
手を送りください。